ブレイン観光のディアミー及びマジキ級に連載されていた読者参加企画。また、それをもとにした漫画作品及びファミ通文庫観光のライトノベル作品。主人公は小学生の頃に天候で離れた海沿いの町、遥か先に戻ってくる。その町で主人公を待っていたのは再会、そして新たな出会いであった。ディアミー二千三年九月号より、 マジキューボリューム22まで魚の作画により連載された。掲載種のリニューアル時の都合上、プロローグ編だけ左開きで描かれ、以後は右開きで描かれている。オールカラー作品。一回あたりのページ数が少なかった関係から単行本ではなくファンブックに収録という形式をとっている。前半はかなりギャグ色の強い展開で、特にアンズの回の 岡ちゃんネタが大きな反響を呼んだ。後半は一転して、主人公と美咲を中心に、シリアスな展開。表紙は、魚描きおろし、小林の描きおろしイラストも収録。水穂が主人公だが、原作の、おっとりした性格からは考えられないほど大胆かつ、積極的に話を引っ張る。また、ギャルゲー専門誌の読者参加企画とは思えないほどに、 有利的傾向が感じられる描写も一部で話題になった。なお、一部に未成年者には不適切な描写が含まれているので注意が必要である。ありがとうございます。